ごめんね、いきなり呼び出しちゃって。迷惑だったかな。君に聞いてほしいことがあって。その、実はね、私ね、つまり依頼人は君の友人か。何、報酬さえ頂戴できるなら依頼人は選ばんの？いや、友達に頼み事があっただけなんですけど。そういうわけにはいかない。白峰ノキア君、この子はすでに報酬を受け取って仕事をこなすプロの探偵だ。プロへの頼み事となれば、それすなわち依頼に他ならない。さらに言えば私の助手でもある。私の助手への依頼は、詰まるところ私への依頼。お分かりいただけたかな？わかりましたこんな大事にする気はなかったんだけど。それでどのような依頼かな？はい、実はあるデジモンを探してほしくて。ほう、デジモンを。覚えてるでしょ、クーロンで私を助けてくれたデジモンのこと。アグモンとガブモンのこと。どうしてもあの子たちのこと気になっちゃって。でも私一人でクーロン行って探すのはやばいし、無理だし、怖いし。だからお願い、手伝ってっていう頼み事。いえ、依頼なんですけど。デジモンにご就寝とは面白い娘さんださて、彼女のご指名は君だ。この件は君に任せようと思うが、どうする？本当？助けてくれる？やったー！仕事を請け負ったからには最後まできっちりやり通してくれたまえ。うちの評判にも影響するかもしれない。その点、彼女はいい広告塔になってくれそうだ。この前ログアウトした場所に行きたいんだけど。私もいろいろ準備とかあるから、クーロンで待ち合わせしよう。それじゃまた後で。っていうか今度は遅れないでよね。尋ね人ならぬ尋ねデジモンか。電脳探偵にふさわしい依頼内容じゃないか。よろしい。では早速調査を開始したまえ。ん？私がいつもより楽しそうだって？そう見えるなら否定はしない。だが事実を告げるならば、デジモンを探してくれなどという突飛な依頼に少々戸惑っているのだよ。愛着を抱くことに関して人はとことん無頓着なのだな。リアルだろうがデジタルだろうがお構いなしだ。実に面白いじゃないか。
んだ、喧嘩売ってんのか。トン、てりゃ、私たちの大勝利。
あの子たち、助けてくれたデジモンたちが言ってた。私、安心安頓懐かしい匂いがするんだって。あれってどういう意味だったのかな。ひょっとして私どこかであの子たちと会って。ちょっと君、私に鼻を近づけて何のつもり？どんな匂いか確かめてみた？へえ。で、どんな匂いだったわけ？そっか。うん、そっかそっか。あっち、まだ探してなかったよね。今の声聞いた？今度は本当に聞こえたよね。あの声はきっと